小野さん、はい、今日はですね、ルブリカンサイクリスト交流会ということで、その様子をね、バッチリ撮ってきましたので、はい、ぜひね、皆さん、せーの、はい、ご覧ください遊びに来ていただければと思いますので今日一日夜、夜よろしくお願いします。お願いします。したら、まあ、やってみと言われたというのが、まあ、2年ぐらいですね。で出来上がって出来上がるまでちょっと、ね、苦労して、まあ、作るのを私は言い出したんですけど、つまんなくてもいいんですけど、できたらすぐいただきたいなということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ乾杯。乾杯。日本人の C はあのコーチの C で生徒さんにつけていただきまして、気軽に日本人と呼んでください。でも私はスペシャライズドのアンバサダーをさせていただいていまして、支部とそして玉子を持っております。やってくなることがあればぜひ、ね、聞いてもらっていいのかなと思います。はい、ありがとうございま す。続いては、山田聖域ですで有名な、ブログでも、ね、有名な篠野さんです。そうなんです。本当にあの自転車で山登ってるだけの人です。ちょっと皆さんみたいに YouTuber をやっていらっしゃったりコーチやってらっしゃったりではなくて、本当に趣味で乗ってるだけの人なんですけれども、でブログを書き始めてその時も全く見てくれる人がいなくて、でこの名前にしてもいいんだろうと思って結構広まってしまったので、今これがなんか肩書きみたいな感じになってしまったんですけれども。まあ、YouTube で自転車の動画上げてます。もう一人の僕が出てきましたけど、最近はマウンテンバイクとかオフロードにめっちゃハマってて、まあ、篠さんはね、登る方ですけど、僕は下る方を、じゃあ皆さんね、よかったら引き入れてこようかなみたいな感じでね、思っておりますけど、マウンテンバイクめっちゃ楽しいです。もう本当にね、乗らないとみんな本当人生損してるのか。半分マジで。半分以上。自転車メディアのお手伝いから、まあフレームさんでやらせていただけるような感じになります。はい。本当にまあ乗ってて楽しいのが自転車なので、まあ、乗ってなんぼかなと思ってます。はい。え？今いろんなご縁ですね。今いろんなご縁で今いるような感じですね。はい。まあそれの魅力もね、親紹介、友達紹介、そうやって伝えられるかな。最近なんか気づいたことあります。傷ついたこと？いやマドンね、マドンもマウンテンバイクでも傷ついたから、マウンテンは体が傷ついて飛んでった。これに聞いた話ですけど、シノさんマウンテンバイク下るのに登らないんですかみたいなこと言ったっていうね。そうそうそう、ダウンヒルコースでこんなつ登りがあるちょっとやべえやつだっていうね。まあでもね、すごいロードも乗るし、まあ、マウンテンもできてるし、まあ楽しいですね、今ね。はい、楽しかったですまあでもスリルあるんで、ぜひね1回ぐらいは経験してもいいのかなと思います。いや、思います。はい、ということで、まあ、皆さん自己紹介終わったんですが、まあ、実際ね、サイクリストってどんなお部屋住んでるのって、実情含めていろいろお聞きしようと思います。なんかあります？不便だなとか、今のこう自転車をお家に入れることに対してはなんか ないですか？部屋が狭くなる。言わせろ。狭いって言ってたんですよ。ということで、実際にね、お部屋をちょっと、どんなお部屋なのかちょっとね、いろいろ聞こうと思います。はい、まずね、日本 C の部屋になります。私の部屋、女子力何これ、こんな部屋ってないでしょどこで、こういう部屋ずっとやってるんですけど、扇風機はどうしてます？扇風機は、風がないんです。風がない、マジですか？ハッシュタグ炊き汗持ってます炊き汗書くんですけど、外に乗りに行くとあんまり汗かいてることって感じないじゃないですか。風で熱蒸発してきたのもあるので、なので私たちトライアスロンって長い距離乗らなきゃいけないので、水分補給とか量とかタイミングって要素になるんですね。なので室内で焦げる時こそ自分の発汗量をすごく感じることができる時間なので、なるべくクーラーを直撃とか、あとはこの
んですけど、あ、こんなに汗をかくんだっていうことをまず知っておく必要があって、なのでここでは一切歯は何もしない。クーラー、ゆるぽだしかしないけど何言ってるか半分分かんなかったですけど、汗でどういうことみたいな。続いてしのさんのお部屋紹介してもらおうと思います。めちゃくちゃ狭いです。しのさんは、ね、そうですね、で 1LDK ですけどちょっと狭めの 1LDK、 そうですね、一番最初に気になったのはホワイトボードが、はい、なんか会社っぽいなと。あー、これなんか峠とか書いてあるんですよ。峠情報が出てるの。わかんないですね。何月何日乗り換えたのか。一応結構なんかフリーで動いてて、仕事終わってでそれぞれに予定書いておくと、いきなり家に帰ってきて消えててどこにいたんだろうって言われることはあるから、ね、それで書いておくと、どこにいるんだって言われる。お前は山なのか仕事なのか。どこにツイッター見てね、山本ね、すぐ頂上にいるのやると思うね。まあ、テンポ入らないですけど。やめよ。わかりました。ありがとうございます。あ、ちょっとケンタさん、動画で見たことある人も多いんじゃないですか。まあね、汚いっすよ。お部屋の間取りで言うと5畳、6畳なん、はい、6畳あったはずだけど、はい、多分いろいろ入れ詰め込んで5畳もないと思います。まあ、もうここは自転車兼動画撮影部屋みたいな。そうっすね、とにかくね、狭いっす。僕はこうやって入ってますね、こうやってそうでしょ。動画だとあんまり感じない。あ、まあね、まあ、奥行き感じます。奥行き感ないですよ、これ。はい、ちなみに何も、あ、やっぱローラー部屋欲しいですよね。そうだよね、はい、下でやるんですけど、今こう見たと子供がいるんで、はい、危ない、ちょっとできないと僕は。はい、そこで子供が遊んでるの。あ、ここに遊んでます。すごいね、こっちで。だからここでもロールスクリーン、なんでその写真入れてないんだこれ。ロールスクリーンがあるので上に上がってくる。はい、そういう感じですね。まあ、昭和です。なるほど。はい、まあ僕はそんな感じです。いいですね、みんなね、全員なんかおしゃれで参考にならない。そうね、割とこれ、もう一回見返す、さっきの見返すはめちゃくちゃなんかおしゃれだけど、これほら、これのさ、やめてもう笑う人じゃないから、俺の家絶対に出てね、僕が一回ちょっと外してみたい。これは大丈夫、ここまでは大丈夫、まずは大事だ。この後はまずいよ。この後はちょっと NG 漫才です。ラファエルさんですか。ラファエルからちょっと生まれたクレーション結構体にいい。一応宣伝も兼ねてしてもらっていいですか。スマートに概念するこちらの方カスタムだ。ラファカスタム、あら、すごい、ラファカスタム YouTuber って書いてある。ストレートすごくストレートで、ここからこちらの自転車で通りやすい段差はないです。本当だ。部屋の中まで引っ張ります。で、こちらにバイクラックが1本あるんですけど、これは全部屋に常設してあります。ジャージ着てるから、ね、まだ入居されるとこの、ね、ジャージもプレゼントされますので、はい、去年富士ヒルに出た時の1時間51分ぐらいだったんですが、このマンション入ってから、まあ、会社も歩いて30分ってこともあって、まあ部屋で近いことにも知らせて歩いて、トレーニング、あ、ローラー台でトレーニングして、今年富士ヒルブロンズが、取れました。まあ、住まわれて環境が整ってトレーニングじゃないんですけど、練習する時間が、そうですね、大体週5ぐらい続いてるところが週末になると、あの朝食を食べに、岩淵水門20キロ走って会えるコーヒーストップさんこのまで行って朝食を食べて帰ってくるっていうのを
毎週末やる、会社行く前にちょっと荒川走1時間走って戻ってくるってこともできるんで、そういう意味では非常にこの感じはいいです、ね、すごいですね、なんか平地の島さんみたいな1時間走って走ってからそっか出社ですもんね。そうですね、エクストリーム出社っていうすごいですね。まあ先日あの江東区の花火大会もありまして、うん、もうそこの 400m 先で打ち上げてるような状態で、すごいね、いい環境です、すごい良かったですね。花火大会なんてもう何年ぶりに見たかなってくらいです、うん、涙が出てくるんですよ。それはね、まあいい、まあ、ね、季節も楽しんでる。そうですね、うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ最後にケットさんも一日住まわれてるので、まあ、実際どうだったか、なんて言うんだろう、みんな友達になれるというか、うん、仲良くなりそうですね、上のスペースとか、なんか、ね、最初ってなかなかね、実は友達始めればいいんですけど、いやなかなかね、一人で始めるとなかなかね、近所付き合い的なのはねちょっとね、あると思うけど、ここは割とそういうのもクリアしてできそうな雰囲気はあるのかなーなんて思いますけどね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。ちょっと桁さん眠そうになってきたので、いやいやいや、わかったよという方、よければ拍手していただけるとありがとうございます。本日はありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。もしこの動画がいいと思ったらグッドボタン、よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れずに、次回の動画もお楽しみに。それではさようなら。俺は